国道485号は、島根県沖郡沖の島町から島後、島前西の島を経由し、松江市に至る一般国道である。島根県の日本海沖に浮かぶ沖諸島島後の沖の島町から島前、西の島と海上区間を経て、島根半島の七類港より、松江市の中心市街とを結ぶ延長約 166km の一般国道で、主な通過地は、 西の島町である。1993年に、政令で、追加指定された、海上国道3路線のうちの一つでもある。島根半島では、七塁港からの単独区間が約 2km ほどで終わり、松江市美保の関町森山下東川津町間は、国道431号と徴用する。終点付近で、松江道路と連絡する松江段々道路は、 国道485号の自動車専用道路である。なお、松江市内ではたびたび渋滞しているが、その他の区間は比較的交通量が少ない。島根県の沖諸島と本州の松江市の成井港との間に海上区間が2区間があり、海上区間9 7 6トルは総延長の6割弱を占める。海上区間の延長は国道十八号。 国道390号に続いて3番目の長さを有する。海上区間に相当する道後に号港島前、別府港松江市七類港以降の航路には、沖基船によるフェリーと高速船の路線が就航する。かつて、西の島裏号港七類港間のフェリー航路も、就航していたが、西の島バイパス開通を機に2007年をもって、終了している。また、 一般的な海上国道は、起点、終点の端点が他の一般国道の路線と交わるが、国道485号では、起点孤立の端点となっている数少ない路線の一つでもある、トンネル起点から、ありがとうございます。